でしょうか。バッチリ聞こえてます。あ、素晴らしい。よかったよかった。まあこれね、あれなんですよ。基本的には公開収録なんだけど、なんかこの間やっぱ、まあ、何度かちょっと配信やったらさ、はい、誰に話してるのかだんだん分かんなくなってきてなるほど、うん、ちょっと難しいなと思ったんで、うん、ちょっとお客さんいろいろ言ってくれても、あ、もう見えない状況になってるんで、ちょっとレスポンスはないということで、基本的にこれポッドキャストであげようかなっていうふうに思ってさ、はいはい、後日、うん、そうそうそうっていう感じで、はい、お立ち会いいただければっていう感じですね。そう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 、はい、なので、まあ、宮田さんでございます。あ、お邪魔いたします。フリー編集の宮田と申します。フリー編集の宮田さん、はい、そうそうそう。それマスクどうする？あ、まあ、つけといて、つけといて、はい、OK、じゃあそれで、それでなんだっけ、どうですかそうですね、まあ、家でぼちぼち仕事をしつつという感じですけど。仕事どう？なんか、なんでしょうね。ウェブはウェブで結構急遽、まあ、こういう事態に対しての記事みたいなので、うん、急ぎの仕事みたいなのが入ってくる一方で、雑誌はちょっと今月出せませんみたいな。あ、そう。あのファッション誌があって、今月っていうか先月ですね。出せませんみたいな話が来て、そこで作業が一旦ストップして、今月は出なくて来月出すみたいな話とかが入り混じってるっていう感じですかね、うん、なるほどな、うん、どう収入的には。収入的にはまだまだ大丈夫では何でしょう。貯金あんの？貯金はねあんまないんですけどこれ言うと聞いてる妻が怒るんですが、いや、これは本当にそれこそ聞いてくださってる方もそれぞれの事情があるんで難しいところです。個人的な話をすると、要するに、コロナ禍が来るまでに少し大きい仕事をしてたんですよ。要するに、4月に出た新書の構成とかしてたんで。なるほど。それが、まあ、これから入るっていうのが分かってるみたいな。いくらぐらい入るの？いや、もうそれもまあ30とか2、30とかそんなもんだ。マジそんなもんか、うん、まあそうだよな。そうですよ。だから1ヶ月で2ヶ月でするかなぐらいの。もうしかないもうちょっと取りてえなそうですね、まあ、それは印税で決まってるから。印税の割になってる？それって。あ、それは印税の割になってます。なんだっけな。じゃあ、まあ、一応売れればちゃんとその分は入ってくるってことか。あ、そうです。だから今でも 1、2年前に出した本の印税が1年に1回ほんのちょっとだけ入るみたいな、お小遣い的なものがだから俺もこの間なんか入ってきたよ。あ、そうですか。いくらだったっけな、うん、17,000円。あ、まあそんなもん、ね、あの電子書籍の通知になるともっとすごいですからね。何百円届くみたいなきちいな。うん、まあまあまあ、だからまあ、ま、本当に細々まだやれてますけど、でもこれ言っていいのかな、それこそ取引先からちょっと今日ちょうど連絡があって、2ヶ月分ぐらいだったら早めにお支払いできますけどどうしますかみたいな。あ、やった分に関してってこと？あ、じゃなくて今これからやる分に関してで、自分はまだ大丈夫だったんで、まあ、今後分かんないですけどね、まあ、今日段階ではまだ大丈夫だったから、お気遣いありがとうございますって話はしたんですけど、まあ、多分やはりそのクライアント側がちょっともうセーフティーネット的に機能しないと、うん、フリーランスの人やばいかもって思って動いてるところはちょっとあるっぽい。まあそうだよね。でもほら、それこそさ、文春とかだとさ、はい、なんつうの、ほら、いや最近はさすがにそんなことないかもしれないけど、はい、昔だとさ、はい、ほら割と作家の人にさ、もう金前貸しでさ、貸してるみたいなことってさ、それで印税と相殺するみたいなことって普通にあったでしょ。自分が入社した当時ぐらいまでまだありました超レアケースとして漏れ伝えてくるみたいな、はいはいはい、じゃん。だからなんか、まあ、そういうもんだよね。そうですね。だから、ま、前貸し、印税前貸しした人が缶詰されてるみたいな情報が届く、うん、だから早く返せって話みたいな話ですけど、いや、うん、でもね、
それをやる体力がまあまあもうきついっていうのもあるんでしょうけど、それでもまあできる限り気配るっていうところもあるらしいっていうね、それはいい話だね、感じですけど、そうなんだよな、そっか、それで最近は何を考えながら、ちょっとね、あのメッセージでやり取りしてて、はい、なんか、なんだろう、まあやっぱり、まあそれ前々から宮田君は、なんつうのかな、気にしてることでもあるんだと思うけど、はい、まあなんていうの、なんか公共性みたいな言い方してたじゃん、なんかそのメディアの仕事なのかな、自分がやる、例えばメディアで出す、ああそうですね、もののなんか公共性みたいな話、だから基本こう編集者として生きてると、というか仕事してると、なんかその公共性みたいなものを、まあ、最近考えた言葉で言うと、ちょっとこう偽装するわけじゃないですか、なんて言うんだろう、所詮こう個々の集まりでこう夜な夜な考えて、まあ世に出すわけですけど、なんかそれをこうさもこう公共のためのふりをするって言いますかね、でそれがこうどう響くか響かないかで一喜一憂するみたいな仕事なんだと思うんですけど、そのまあある種 の, その公共性の側がって言ったらいいんですかね、その社会の側がグラッと揺られた時に、あれ何したらいいんだっけみたいな雰囲気がバーってこうやっぱり同業の間で流れた感じがして、あそういやあくまで雰囲気です、いやでもそれは実際あると思って、これ配信なのに言っていいのかな、まあ、日比谷線にこう今日揺られてきて、パッとこう中ずり見たら、まあ、週刊新潮がね中ずりが垂れてて、なんだっけな、要するに大阪府の吉村知事の記事が出てるんですけど、なんていうの、タカジンに見出された吉村知事共済の履歴、共済課の履歴書って書いてあるんです。どれもいらねえ情報だ。いやまあ確かにね、こうちょっと年配層から見たらパッと出てきた若い、そうじゃないぞと、タカジンも認めてフックアップしてんだぞと、共済課でまあこういうね歩みをしてきたんだみたいな記事なんだろうと思うんですけど、はい、それは何だろうかみたいな。もう中ずり見ながら思ったんですね、まあ、万が一聞いてる記者さんがいたら申し訳ないです。いやなんかかなりその偽装してた公共性みたいなののメッキが剥がれやすい時期でもあるから、どうすっぺなみたいなのは結構 1,2 ヶ月考え、難しいんだよこれ、難しいっていうか、なんかほらね、なんかちょっと話ずれるかもしれないんだけど、最近こうほら海外の一応コロナ情報みたいなのとか結構俺真面目に追っかけてて、はいはいはい、でやっぱそこで問題になってるのはほら今回のパンデミックっていうのはある種インフォデミックでもあるので、なるほどなるほど、その情報っていうのの正確性とか、あるいは何だろうな、例えば要するにみんながマスクをしないと、みんなにとって危険であるっていう風なメッセージっていうのを、つまりそれ We are in it together みたいな言い方あるじゃない、なるほど、アメリカ人的に言うと、はい、だから それを徹底させなきゃいけないので、なんていうのかな、メディア、まあ、それ何使ってもいいんだけど、はい、その束ねなきゃいけないっていう風な機能ね、情報によって人々みたいな中で、まあ、例えばイギリスに関して言うとさ、そのボリス・ジョンソンって人は、はい、BBC をとにかく、まあ、ある意味 N 国立花みたいな感じでもうサブスクリプションにしちまえって言ってるわけ、でそれの圧をすごいかけてて、実は予算どんどん削ろうとしてるっていう風な中で、もう去年の、俺見た記事だとね、去年のもう11月12月ぐらいまではもうやばいって言ってたんだよ、BBC って、はいはい、もうその政治的圧力にもう持ちこたえられない、そう、ただ今全然コロナが起きたんで、うん、意外と BBC やっぱりさ、てかそのちゃんとしてんなみたいなこととか、やっぱ BBC がそういうんだからみんなマスクしようぜみたいなさ、そういうんでその信頼性みたいなこととあってよかったみたいなのが、その数字としてはすごい上がって、揺り戻しがあったと言ってるわけなのね、はい、ただ
例えばそのこれ日本でもそうだけど、うん、いやなんか政府の施策はおかしいんじゃないかみたいな話をメディアがするとさ、うんうん、政府としても基本的に邪魔されてると思うからさ、うんうん、めちゃくちゃ怒るわけだよ。だからそれってほら、うん、まあ例えば分かんないけど厚労省が、あ、ツイッターアカウントでね、そうそうそうツイッターアカウントで誰だっけなんかワイドショーを非難するみたいなさ、であれもそう、うん、あの全く同じことイギリスでもやっぱ起きてたりするわけで、で例えばさっき言ったみたいなその情報をちゃんと徹底させて国民に一体感をもたらすみたいな話って、うん、政府側から見ると、うん、うちらでできんじゃん、なぜならツイッターもあるしさみたいなことにもなってるわけ、なるほど、つまり直接コミュニケートできんだからさ、はいはいはい、みたいな、うん、メディアいらなくねみたいなことは思い出すのはそれはその通りだよなみたいなところはあって、はいはい、まあ、とはいえ さ政府のさ、なんていうの、じゃあなんていうの、じゃあ科学者が出てきてさ、うん、こういう数値でとかって言ったところでさ、うん、これ本当に信用できるのかなみたいなことが当然あるわけでさ、うん、はいはい、でそれに対してメディアっていうものは必要ですよねみたいなことは言ってんだけど、うん、つってメディアもさ、うん、なんかほら政権憎しで言ってる可能性もあったりするとさ、はいはいはい、その本当に欲しい情報はどこにあるっていう話になっちゃうわけね。そうですね、うん、で例えばその台湾に関して言うと、オードリー・タンに取材した時に言ってたのはさ、はいはいはい、もう結局それ誰が担保するんだっけ、 それはっていう、その情報の束ねとしての機能みたいな、束ねっていうかどっちかというと中立性ってことなんだ、誰の言ってることが正しいのかみたいな、はい、つまりフェイクニュースを特定するってこと、うんうんうん、そしたらそれソーシャルセクターのインディペンデントのジャーナリストの集まりがあって、そこがやるっていうふうに言ってるわけやすごい、へえ、すげえなと思って、はい、うん、だからな、だからそれはそれでいいな台湾っていう話なんだけど、日本はほら相変わらず基本的に2校しかないので、うんうん、そのいやメディアが一応その政府をさ、うん、監視するんであるみたいな話っていうのはあんだけど、うん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 、もう長年の蓄積の結果別にメディアも信用できねえよなっていう話も明らかになってる中で、みたいな話もちょっとあったりして、だその中でなんだろう、まあでも別に俺らそんなにガチにさ、うん、疫学者の言ってるのどれが正しいとかっていうのをありがたいことに検証しなするような仕事じゃないからさ、そうそうそうなんですよね。だから、まあ、なおさら関係がないので、はい、なおさらグラグラするようなっていうことはあるよな、ね、そうで、ごめん長くなっちゃった。いやいや本当におっしゃるようなところでなんて、でちょうどこれうまく話し伝えられるか分かんないですけど、あのコロナ禍に入るか入らないかの時期に、うん、あのまあ、ポンジュノの取材がポンジュノね、はい、あって、やってたな俺、ちょっと読んだあ、そうなんです、あの群像に出た記事、なんかめっちゃ緊張してたもんね、めっちゃ緊張してました、そうだ前の日にあったんだよね、あ取材のね、前の日にそうだ、そうだ、でね、あで、まああれに絡んでちょっと自分の大学時代の恩師、社会学者の恩師とやり取りしたんですよ、うん、でその時にそのポンジュノがそのポンジュノの社会性って何だろうみたいな話になって、うん、いいね、うん、で、本人は社会派って言われるのを嫌がってるんですよそれはそうだもんな、それはそうなんですよ、で、まあ、恩師が浜秀夫っていう社会学者なんですけど、まあ、その先生がいやあのバウマンっていう、うん、まあ、あの社会学者がいて、今手元にあるのはバーマン社会理論の射程ってことなんですけど、なんだっけ、リキッドモダニティリキッドモダニティを言ってる人です、うん、が、社会性ということに関して、ソシエルとソーシャルっていう区別をしていると、あで、ソシエルというのはいわゆるその個別の社会にこうある、社会性って言ったんですかね、まあ、倫理性みたいな話で、普通に何でしょうね、社会が要求する倫理みたいなものを含めての社会性、うん、でそれはコミュニティごとに異なるし、いわゆるでそれに対してこう、異議を唱えるっていう意味での社会派みたいなものも含めて、ソシエルであると言い方をしてるんです、うん、でそれに対して、ソーシャルっていうものがあって、それは、
すごく抽象的な話なんですけど、まあ、他者と共にいる、あるいは他者とたのためにいるっていうことを基本とした、まあ、言い換えると、まあ、多分弱い社会性みたいな言い方ができると思うんですけど、うん、それが、まあ、ソーシャルっていうものであると。で、うん、うまく話していくような。で、まあ、バーバンはなんでその話してるかっていうと、要するにその社会ごとの倫理みたいなことだけの話をしちゃうと、まあ、彼はホロコーストを経験してるから、うん、要するに社会が要求するものが倫理であるっていうんだったら、その社会の側が間違った時にその、倫理って保たれないじゃないかと。要するにここの方がその倫理的な活動をしてるかもしれないみたいなことが考えられないと、うんうんうん、でその時にソシエルとソーシャルみたいな言い方をしていて、でおそらくポンジュノは、ソーシャルの側であると、うんうんうん、でもう一方面白いのが、ただポンジュノはバーマン的じゃないと。もう一つで、うん、バーマンはホロコーストを経験していて、しかもレヴィナスを踏まえているから、なるほど、その自他が、こう出会う共にある社会性みたいなものを希望的観測で捉えていると、うん、要するに そこに希望がなかったら彼らは多分社会哲学を考えられないんだと思うんですけど、うん、ホロコーストを経た人間からすると、うん、しかしポンジュノは明らかにあれは自他が出会う社会性みたいなものを考えつつも、それがかなり闘争状態に近いものとして捉えてるはずだと、うん、要するにこう2ステップぐらいの話があって、うん、ごめん長くなっちゃったんでちょっとまとめるんですけど、仮にねその強い社会性みたいなものが、うん、担保できない時に、うん、こう弱い社会性みたいなものを編集として考えたいと。すごいな。しかし、うんうん、まあ明らかに今の状況がそうであるように、自他がこう共にあるみたいなことが闘争状態に近いものになってしまうときに、その弱い社会性のもとに編集は可能だろうかみたいなことをすごくこの1ヶ月考えた。あれなのかな、でもその、まあ、ちょっとそのバウマンの理論を、まあ、なんか別にその、あの精緻に宮田君に解説してもらうあれもないんだけど、どう言ったらいいんだろうな、その闘争状態にあるっていう状況ってさ、例えば要するにこっちにネトウヨって叫ぶやつがいて、こっちにパヨクって叫ぶやつがいるみたいな話、あ、まあに近いのかもしれない。いや、わかんない。ポンジュのあくまでポンジュの考える上でそういうやり取りをしてるわけだから。でも、まあ、ポンジュは要するにあの坂の上と下にある家庭が出会った時に、うん、まあ、要するに一緒にいれないっていう、うん、そうだよね、話だから、うん、そうだよね。あ、まあ、でもそうなんだな。でその時に多分どっちがある種 その強い社会の主導権を握るかっていう闘争になっちゃうっていうことだよね。うん、ということなんですかね。なんて言ったらいいんだろうな。わかんない。なんて言ったらいいんだろう。違うのか。自分もまだうまく説明。いや、ではなんとその、いわゆる、まあ、さっきの言い方で言うと、そのジャーナリズム的な意味での社会性みたいなものとは違う社会の回路みたいなものを考えると、うんうんうん、まあ、それは必然的に弱い社会みたい、社会性みたいな話になるんだけども、なんて言うんでしょうね。なんかどっちが勝つか負けるっていうより、なんでしょう、その、目指すもの自体が成り立たないって言ったらいいですかね。その、うんうん、その弱い社会性ってものの基盤自体がちょっと心もとないなってだけで、うんうんうん、あ、すごく編集するのが難しいなっていう。だからさ、なんつうんだろう、ほらそもそも俺もそうだしさ、うん、宮田君だとちょっと微妙に会社のカラーが違うのかもしれないで、古巣の話ですか。古巣の話で言うとね、はいはい、うん、いやていうかほら俺ってさ完全にジャーナリズム関係ない人なんですよ。あ、そうですね、つまり要するにカルチャー型なんで、はいはいはい、どのフレンチレストラン紹介するかっていうこと。あ、なるほどなるほど、うん、が重要で、はいはい、うん、それは別にどの北欧の椅子が今いいのかから、なるほど、うん、どのカフェが行けてるかっていうような話を延々とし続けるのに、まあ、別になくてもいいんだけどこれ面白いよなっていうことでずっとやってきてるわけじゃない。だから
分かんないほら週刊とか週刊文春とかやってるともうちょっとさ公共の力としてのさ、ね、マスメディアみたいな感じあるけど、別に俺ほら古民家再生とかやってたから、なるほどなるほどでそれの何つうんだろう、それのある種社会性とか公共性みたいなことってなんだろうっていうのが、ね、割とずっと考えてきたってほどでもないんだけどさ、うん、意味ないじゃんって言われるとまあ確かに意味ないですけど、うん、でもなんとなくほら一応仕事やってる手前はさ、うん、いやこれでも意味あんだよなみたいなことをなんつうんだろうな思いながらやんないとさ。そうなんですね。だからすごく今、まあ、同じ業界といえども、まあ、元からそうだったのかもしれないですけど、うん、いる場所によってなんかその確かに、うん、感じ方も相当違う。宮野君どう？いや自分はだからそのある種ジャーナリズム的なものからはもう、まあ、元会社にいた頃から全然タッチしてないですし、タッチしてないのか、まあ、でもあまあそうだよね、あでもタッチしてないけど、だから週刊文春でこう連載とか、うんうんうん、文化系の連載とかを担当すると自分の真後ろにいる記者はもう全然違う仕事をしている、要するに記者班っていうのがあって、まあ、永田町でそうやったり普通に張り込みしてたりする人たちを後ろにいながら、うん、こっちは庄司貞夫の漫画とかの編集をしてるわけですよいい仕事だな。そう、柳谷京太郎とかと一緒にハガキの投稿を選ぶみたいな仕事をしてる。でそれが隣り合ってるから自分常に自分のある種カルチャー的な仕事っていうのがそのジャーナリズム的なものを背中に感じながら、それに対して例えばその週刊文春のその編集部の中ではその連載班っていうのはその固定の読者をつけるためであるみたいなこう任務を担って、まあその上でその上でジャーナリズムが機能するみたいな立て付けがあるんですけど、うんまあ、常にある種その公共性みたいなものも含めて、うん、あの問われながらというか脅かされながらといったらいいのか、うん、っていうのはあったんですよね。だからそれがまあ育ち方とか、うん、あるいは普段やってる仕事とかによって全然人によって、ねうん、今若林さんがおっしゃったようにうんみたいな。そうなんだよね、うん、だからなんかなんだろうな、俺なんかこの間やっぱり結構感心したのは、はい、やっぱりニューヨークタイムズはすげえ優秀だなと思ったのはね、はい、もちろんだからそのそういう意味ではガチ強い社会性の部分でさ、うんうん、トランプ批判はやるしさ、うんうん、もう結構精緻なさ、要するにインフォグラフィック使ってさ、はい、要するに各国の大事な感染者数のこういうグラフの推移とかでさ、うんうん、バチバチそういうドジャーナリストっぽいことやってんだけど、はい、この多分2ヶ月3ヶ月ぐらいの間に全世界がロックダウンに入った時に、うん、ザ・グレート・エンプティっていうさ、その写真のフォトエディトリアルのシリーズバーッと出したわけです。でそれがさすげえ良くて、はい、まあ要はさほら世界中にほらあの特化カメラマンがいるので、うんうんうん、その人たちが要するにパキスタンとかさ、はい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 、あのロサンゼルスのビーチとかさ、うんうんうん、あとなんかパリの地下鉄とかっていうさ、はいはい、なんかいい感じのさ、はいはい、こう一瞬こう切り取っていくわけで、はいはい、でまあそれにすげえ洒落たさ、なんか僕らは多分この歴史を通してこの瞬間に何度も立ち返ることになるだろうとかって書いてあるさ、うんうんうん、イケてるさ、なるほど、うまいさ、まあ、まあそれはアメリカンジャーナリズムっぽいんだけど、なんかそういういいエッセイがついてて、うん、でやっぱりなんて言うんだろうな、あまあ、それで そのシリーズがあってつい2週間ぐらい前かな、うん、ザ・ニューサタデー、あニューサタデーナイト、ニューサタデーナイトだ、で要するに COVID-19 によって週末の過ごし方が変わる、はい、なるほど、で要するに新しい土曜日なんだと、フィーバーしないサタデーナイト、そう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 、はいはい、うん、でそれで世界の33人のフォトグラファーに、はい、その撮ってくれっていうふうにアサインして、それこそアレックソスとか、俺が知ってんだってクリスティーナ・デルミデルとかってスペインの、スペインかなの写真家だったりとか、まあ結構そのアートフォトの、だ日本から川内さんが入ってるね、川内凛子が入ってて、結構アートとか、まあジャーナリズムの中でもちょっとちゃんとあのギャラリーで展示される系の人たちとかの写真がザッと並ぶみたいな、なるほど、やっぱそれいいわけ、うん、でそれはさ何がいいのかというと、うん、まあやっぱりさなんていうのかな、その今の現実っていうものをさやっぱり
一種政治の言語だったりとか、うん、科学の言語だけで突き詰めるっていうのは、うんうん、やっぱそれは一面的でしかないっていう認識があるような気がするわけ、うんうんうん、でしかもそれってそれは基本的に言語とっていうかいわゆる自然言語と数字で表現されるもの、うんはいはいうん、なんだけれども例えばそれがビジュアルの表現になった時にあビジュアルは言語と同じことを表現するためにビジュアル言語を使うんだったら言葉でいいわけじゃない、うんそうですね、だからそのビジュアル言語でしか届かない心のある場所に届けるとか、うん、ああなるほど要するにその回路を通じてしか伝えられない何かがあると、うんうんうん、だからつまり写真はさデータは写んないんだよ、うんうん、そうですねそうですねそう、うん、なんだけどもマジかその伽藍堂になった時、うん、その写真から受けるある種のなんだろうなそこから得られる情報とかそれによって動く頭のなんかとか、うん、心のなんかとかってやっぱり違うわけじゃない、うん、それは数字の話と、うん、でそこにやっぱりなんていうのかなほらリアリティっていうのはある種こう複層的というかさ、うん、多面的なので、うんうん、なんかその、まあ、そういうなんていうんだろうな ビジュアルな回路とかさ、うん、なんかそういうことを通じて今のリアリティをなんていうのかなその掴んでいくというかさ、うんでそれはなんか回路が多ければ多いほど別にそんなたくさんあってもあれかもしれないけどなんか違う回路でを通して理解するみたいなことっていうのはやっぱどうなんか大事なんだろうなっていうのは思ったんだよねそうですね、うん、いやだから何でしょうそのいわゆる社会性とか社会派的な話ってすごく大事だと思うんです、うん、思うんですけど何でしょうそのリアリティを感じる回路みたいなのがおっしゃるようにその一本化されてしまうと、うん、なんかある種コロナ疲れってそういうことかなみたいなこともちょっとして、うん、リアリティを感じる回路が一本しかない中で、うんそこにいろって言われることへの疲れって言ったらいいんですかね、うん、なんか、うん、それは疲れるようなそう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 だからなんか、うん、そうなんだよな、ね、いやだからねそれこそ宮田君もなんかツイートしてて俺も知ったんだけど、はい、その我らが敬愛する田和田陽子先生がさ、はい、宮田君敬愛、まあ、俺は割とリスペクトしてんだけど、はい、そのちょっと NHK のインタビュー出てたんでしょ、はい、出てたんですけどねそれで俺は宮田君のツイート見て、はい、あ、微妙にこれ炎上してるってことだなと思って、はいまあ、とりあえず見たら、はいまあ、案の定さまあ、なるほど案の定な感じだなっていうふうに思ったんだけど、うん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 、なんだろうねどうしましょう その話突入しますかなんか30分ごとに切るみたいなお話があったんでまあもうちょっと行こうか行けますか、うん、そう田和田陽子普通に好きで若林さんはねあのエクソフォニーの方が好きでいらっしゃると思うんですけど、うん、自分結構好きでなんか学会とかに呼ばれて田和田陽子が来たりとかあと何だ毎年田和田陽子ってあのピアニストの高瀬明と一緒に高瀬明とな両国でやってあれとかもちょいちょい見に行ってたりってたそれぐらいではあるんで、うん、でね、だからこそ何でしょうね田和田陽子のある種の危うさみたいなものって、うん、こう分かるわけです例えば学会の時に正確な質問内容覚えてないなんか例えばこう日本にいる外国人の人に向けての日本語教育をやってるような人が会場に来てて、うん、なんかそのすごく原爆苦しいとでどうしたらいいんでしょうかみたいな話を質問した時にただよか確かにその言葉遊びが大事だみたいな話をしていてでこれってすごく難しいわけですよその言葉遊びが大事だっていうには田和田陽子が考えてる背後の中にはそれこそあの移民文化も含めたその言語的に境界を撹乱していく文学の歴史があってその上で言葉遊びが大事だって絶対言ってるはずなんですけどそうだ、うん、でもすごく朗らかなおばさまだし NHK ニュースの時にはずっとあのズームかなんかで映ってる画像がずっとこう映ってて、うん、で田和田陽子はものすごく動くんでものすごく前後にこう動き揺れ続けている田和田陽子がひたすらこう全国ネットで映るとで朗らかに笑いながら喋ってるみたいな時に、うん、あのなんでしょうねそこの
まさにこう服装性みたいなもので伝わらなくて、うん、なんか言い方も全然能天気そうな人、うん、おばさまがすごくなんか、なんでしょうね、ふわっと喋ってるみたいな、うん、元から田和田洋子好きな人たちは、あるいは文学的なものが好きな人たちは好意的に受け止めてるわけですよ、うん、あ、さすがその言葉の使い手としてのリアリティに受け止めた方だなみたいな、うん、タイムラインも片方で流れつつはっきり言ってなんだこのおばさんみたいなタイムラインが片方で流れたわけじゃないですか。だからあれはだからその、まあ、完全にそのメディア側の落ち度だと思うんですけど、うん、じゃあ田和田洋子をどう出演させればよかったのかとか、ね、うん、そんなにずっとズームの画面を映し出す必要があったのかとかそれ何分ぐらいやってたの？結構15分ぐらい、マジか、10分15分やってで、あとはその田和田洋子が誰かに撮ってもらった、友達に撮ってもらったと思うんですけど、そのドイツのベルリンのなんか花屋さんが開いてますみたいなところでこう横でニコッとしてるような写真とか、カフェが開いてますみたいなところで撮った写真とか、何の変哲もない写真をポンと見せるわけですよ、 NHK が田和田洋子からもらって。でも別に NHK ベルリンに特派員いるだろうから行けよみたいな、てか、まあ、行けよでもいいですし、なんか撮ってくれよみたいな、しかもね、ある程度もう制限が徐々に緩和されてるっていう中で、ビジュアルなんていくらでも用意できるだろうし、そうだよね、うん、で、そうなんです。で、田和田洋子に関しては多分過去に何かしらのインタビュー映像もあるだろうし、初映だっていくらでも映せるだろうし、しかも田和田洋子の著作の話にはほとんど踏み込まないわけですよ。そうかそうか、ドイツで今どうすか、うん、みたいな話を田和田洋子にさせるみたいなそれさ、うん、本当になんていうの、あの世間話にしかならないじゃない。そうなんですね。そうで、うん、俺ね、だからその話が出てたのちょうど同じタイミングで、それこそポッドキャスト一緒にやってる佐久間由美ちゃんから、はい、まあ、それ前から言われてたんだけど、シュガーコーリングっていう、はい、ニューヨークタイムズのポッドキャストが、お客さんめちゃくちゃいいから聞いてっつって、なるほど、こういう喋り方なんです。そうですおすすめリコメンドが来たとか、そうそう、めちゃくちゃいいからとかっつってさ、でそれは多分50歳ぐらい の、はい、あのシュガーっていうあだ名の作家さんなのね、はい、シェリルなんとかっていう、はい、エッセイストみたいな、はい、あの日本だと多分ほとんど知られてないし、俺も知らないんだけど、その人が聞き手なわけ。なるほど、ホストになって、そう、はい、それで60以上の、はい、作家に、はい、とか、まあ、最初は自分の文学の恩師とか電話かけてとかっつってさ、うんうん、その聞く、そのまあ、ズームだったり電話だったりとかでこう、はいはい、やるポッドキャストなわけ、うん、それでアリス・ウォーカーと、うん、まあ、有名なところで言ったアリス・ウォーカー、マーガレット・アトウッド、うんうん、あとエイミー・タンで、あのジョイラック・クラブとか、うん、でさ、まあ、それすげえいいわけやっぱり、うん、でそれさ、まず何がいいかっていうと、うん、やっぱ音声なんだよ。なるほど、なるほど。で、あ、もしもしっつってさ、うん、始まって、はい、あ、もしもしとかっつってさ、はい、でほら、あ、アリスとかっつってさ、はい、とかっつって、はい、今どこにいるのかしらみたいな、はい、今ねカリフォルニアなんとかっていうところでね、うん、とかっつって、うん、まあ、そういうとこから始まるわけ。でさ、なんかそれこそマーガレット・アトウッドはトロントからちょっと多分離れたところの、はい、なんかその多分一軒家に住んでいて、カナダの人ですよね。カナダなんで、はいはい、で今ねちょうど姉がね古いミシンを持ってきてくれたところなのかっていう話をしてるわけで、それがさすげえいいわけ。なんかその条件を勝手にこっちをさ作りながら、それでなんだろうな、まあ、そもそものその立て付けっていうのは、要するに今こういうストレスフルな、うん、時間の中でやっぱり、うん、ほら偉大なる先達なので、うんうんうん、だし例えば特にアリス・ウォーカーみたいな人はさ、はい、そのある種の歴史の荒波にさ、うんうんうん、というかその歴史の転換点の中で知ってた。だってアリス・ウォーカーってマーチン・ルーサー・キングが撃たれたっていうのをショックで流産しちゃう、はい、へーみたいなさ、まあ、なんかそういう、はい、なんていうの、もうなるほど、すごいなんていうの、心理的な負荷みたいなことっていうのを、その社会との圧力の中でさ、うん、全部生き抜いてきた人たちだと、うんうんうん、でその人たちに、うん、要するにほら、まあ分かんないけど50以下とかだとさ、まあアメリカだと 9-11 とかもあったんだけれども、うんうんうん、まあなんつうの、今私たちはどんなふうに生きていったらいいのかとか、うん、何を考えればいいのかみたいなことをさ、うんうん、そのウィズダムを
その聞くと聞くみたいな、うんうん、まあ、立て付けになってるので、うん、はい、なんて言うんだろうな、別にトランプの話とかしないんだよね。で、なんつうんだろうな、そのまあ要するに 何を聞きたいのかっていうふうなことと、うんうん、だからアリス・ウォーカーとか、まあ、なんつうの、その苦しみっていうのはね、うん、深く吸い込んで、うん、なんか感謝とともに吐き出すようにならなきゃダメなのよみたいなこと言って、まずそれ、まあ、それアリス・ウォーカーに言われると、うん、ありがとうございますって感じになるんだよ。そうそう、でマーガレット・アトウッドが本当に面白くて、なんかその結構ふざけたヘラヘラしたおばちゃんなので、てか冗談好きのおばちゃんでさ、でそういう意味で言うと多分ちょっと田中陽子に近い、ちょっとハラハラしたところがあるんだけれども、なんかその何を聞き出したいのかみたいなこととかさ、っていうところをあんまりこう踏み外さないっていうか、決めたところにずっと行くみたいな話だったりするので、なんかねスーッとこういい感じなんだよ。でもうおばあちゃんたちだからさ、まあ、まあ私たちもねもうすぐ死ぬからねみたいな話で、なんつうのかな、で そのなんかある種の達観みたいなことに触れることがさ、実はそのこっちにとっては癒しにもなるっていうような、うん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 、なんかそういうことでもあったりするのでさ、なるほど、なるほど、そうそうそう、だからなんかその文学者っていう、だから文学者にその政策論を聞きに行くみたいな構造になっちゃって、見る側もなんか それを受け止めちゃうみたいな立て付けになっちゃうとさ、まあ、それはただのミスキャストっていう話にやっぱなっちゃう気はするので、なんかねやっぱ文学者で、そのポッドキャストの中必ず朗読する場面がある、で自作でも他人の作品でもいいんだけど、やっぱなんでそれ今日選んだのかしらみたいな話とかさ、まあ、あるわけだよ。なんか それになんか打たれるっていう感じがあるなみたいなことを思った。だから音声であるっていうことがいいのと、はい、やっぱりそのなんだろうな、何を聞きに来たのかっていうことの、うん、その立て付けの、そうですね、正確さというか、立て付けで言うとそれはもう完全に NHK の司会のアナウンサーが多分バーってこうレクチャーを受けて、うん、聞いてるだけだったと思うので、すごくふわっと悪い意味でふわっとした話だけでしたし、うん、まあね、それこそね、あの経歴紹介で全米図書賞を検討誌で取ってみたいな話が出てたんで、うん、じゃあ田和田陽子に 2,3 分でも朗読させた方がよっぽど真に迫る話だったろうし、そう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 、なんかね、あとなんでしょうね、さっきのビジュアルの話でいうと、そのビジュアルって余計な情報もすごく伝わるから、そこをどう絞るかみたいな話と、うんうん、いくらでも立て付けの部分はあったよなみたいな、そうそうそう、だからなんか、いやだから今日はね、うん、まあインスタライブでやってもよかったんだけど、はい、なんかその話したかったので音声にしたっていうなるほどことでございます。申し訳ございません、はいはい、というわけでちょっと一回切ります。ちょっと、はい、またこのチャンネルですぐ始める。いや、てかこれは切らないとこ。あ、なるほど、分かりました。一応ポッドキャスト用にちょっと分けてるっていうだけなんで、はい、編集点ということで、そうそう、はい、少々お待ちください、うん。